皆さんこんにちは。今回は CTU グリスの広がり方や厚みに関する話です。 CTU グリスって変えるだけでも CTU 温度が変化するみたいな重要な部分ですけど、その CTU グリスの厚みってどんなものなんだろうと疑問に持ちまして、今回 CTU グリスの塗り方や種類で広がり方や厚みに差があるかについて確認しました。では計測方法について紹介します。今回 CTU グリスの検証動画で結構使われるアクリルパネルを使いました。ただ厚みの計測をするためにちょっとやり方を変えています。まず CTU の上に CTU グリスじゃなくて板厚み ミリ のアクリルパネルを置きます。でそのアクリルパネルの上に CTU グリスを塗って、さらに板厚み ミリ のアクリルパネルを乗っけます。最後に CTU クーラー、今回は水冷用の水枕を取り付けて実使用に近い圧力を CTU グリスにかけました。実使用に近い圧力をかけたことで CTU グリスの厚みもいい感じに再現できたのではと思います。板厚み ミリ のアクリルパネルを2枚、計4ミリ分水枕は高い位置の取り付けとなりましたが、この水枕のおかげか取り付けネジが長いので問題なく組むことができました。他の CTU クーラーだと付けられない場合もあるでしょうけど、その時は CTU クーラーを変えるとか、アクリルパネルをもっと薄いものに変える、ぶっちゃけ1枚は薄い金属板に変えるとか、やりようはありそうです。それはそうと、水枕で加圧した状態で1分放置して、水枕を外します。で、アクリルパネルの間で CTU グリスが広がっているので、広がり方を観察しつつ、最後にアクリルパネルと CTU グリスをまとめて厚みを計測します。事前にアクリルパネルの厚みを測っておいたので、その計測値の変化から CTU グリスの厚みを求めました。こんな感じで CTU グリスの広がり方に加えて厚みを計測することができたので、今回は CTU グリスの塗り方や種類で広がり方や厚みに変化はあるのかを調べました。まずは塗り方から見ていきましょう。塗り方では中央にグリスを1点だけ塗る方法と、さらに対角に4点増やして計5点塗る方法、ヘラで塗り広げる方法、以上3方法を比べてみました。使用した CTU グリスはアークティック社の MX4 です。中央に1点とかヘラで伸ばす方法はメジャーだから比べたんですが、5点塗る方法も比べているのは普段私がやっているやり方だからです。バツ印を作るように塗る方法の方がメジャーっぽいんですが、そのあたりはご了承。じゃあ違いを見ていきましょう。まずは1点だけ塗るやり方です。直径 23-24mm ほどの円形に広がりました。円形に広がったのでヒートスプレッタの四隅までは到達せず、ヒートスプレッタと CTU グリスの面積を比べると 49-53%、 だいたい半分が塗られているといった感じです。まあヒートスプレッタの下にある発熱源の CTU 台はだいたい真ん中にあるので1点塗りでも問題なさそうですが、半分近く塗れていない部分があるというのもなんとなくもったいないですね。次に5点塗る方法です。こちらだと比較的広範囲に塗り広がっています。十分広がりましたが、はみ出しもしました。グリスの分量や塗った位置の影響でしょう。もしはみ出たグリスが垂れて端子とかについても、基本 CTU グリスは絶縁体ですから即故障にはなりませんが、拭き取るのは面倒な作業です。この点では1点だけ塗る方法が気楽です。ヘラで塗り広げる方法ではほぼ全体的に塗ることができていて、それでいてはみ出たグリスはないいい感じなんですが、空気の残留はできてしまいました。今更ですが、私はヘラでグリスを塗り広げる方法をやったのは今回が初めてです。なんかグリスを塗り広げる方法でもカード&マスキングと呼ばれる方法もあるとか、グリスを塗った後の CTU クーラーの乗せ方でも片一方から空気を入れないようにやるとか、いろいろあるらしいんですが、グリス初心者の私が適当に塗ると空気が残っちゃうということなんでしょう。ちょっとしたコツがいるようです。そういえば CTU グリスの縁に模様のような跡がありますが、これはおそらく水枕で圧力をかけていた時はここまでグリスが来たという痕跡だと思います。圧力が解放され、グリスの表面張力かアクリルパネルの変形戻りかでグリスが引っ込んだんでしょうと、見た目では違いはありましたが、気になる厚みの方は1点だと 0.01-0.03mm、 5点も 0.01-0.03mm、ヘラで広げる方法では 0.03-0.06mm となりました。思いのほか薄く伸びていたようです。
今回計測で使ったデジタルノギスの最小メモリ、ギリギリでした。ここまで薄いのなら 0.001mm まで計測できるマイクロメータの方が良かったですね。それはそうと1点と5点、点のままにしておく方法だと同じくらいの厚みになりましたが、ヘラで広げる方法だと比較的厚くなりました。結構簡単に違いが出るものですね。点のまま塗る方法なら CPU グリスを薄くできるけど、分量によっては隅まで届かなかったりはみ出したり。ヘラで広げる方法だと CPU グリスをまんべんなく塗れても、厚くなったり空気が入ったり。ヘラで塗る方法はやり方次第かもしれませんが、一長一短な特徴がありました。次に CPU グリスの種類で広がり方や厚みが変わるかを見てみましょう。比べる種類は MX4、クマグリス、クマメタル、これら3つです。以前の検証で比べた3種類ですね。今回もこれを比べます。そういえばクマグリスとクマメタルの呼び方について教えてくださるコメントをいただきまして、それぞれクライオノート、コンダクトノートだと知ったのですが、勝手ながら今回もクマグリス、クマメタル呼びでいきます。塗り方については MX4 とクマグリスは5点塗りで、クマメタルは取説通りに綿棒で塗り広げました。私の興味本位でクマメタルでも点のままにしておくとどう広がるのだろうと思いまして試したんですが、アクリルパネルを乗せた時点で不規則な動きをして、このままだと液体金属をこぼして面倒になりそうだと、怖くなりまして中断しました。導電性のある液体金属が端子とかについたら CPU グリスの火じゃないくらいにやばいです。そんなわけで綿棒で塗り広げています。ただアクリルパネルと液体金属の相性、界面正常の関係であまり密着せずスカスカな感じになっちゃいました。一応以前の検証で使ったくらいの量は使っているんですが、偏ってしまいます。まあくっつかないなら仕方ないかってことで、クマメタルはこのまま試しました。では結果を見ていきましょう。MX4 は先ほどのサンプル、データを流用するので説明を省略します。クマグリスは MX4 と同じ量になり、グリスは全体的に広がっていて、特に空気の残留もない。でもグリスがはみ出ている部分がある、こんな感じです。先ほどよりははみ出る量が少ないので分量が良かったんですかね。なんとも感覚的な話になりますが、クマメタルは変化したのか見分けがつきません。スカスカのままです。で、厚みの方は、MX4 は先ほどのデータを流用して 0.01 から 0.03mm でしたが、クマグリスは 0.02 から 0.04mm、クマメタルは0から 0.02mm でした。計測誤差のレベルですが、クマグリスは MX4 より少し厚めになりました。確かにクマグリスって粘度が MX4 より高いし、使用感も硬い印象があるので自然な気がします。比較的に厚くはなりますが、それでもクマグリスがいいのはやっぱり熱伝導率がいいからですかね。クマメタルは MX4 より薄い、というより計測できないレベルでした。これは液体だからグリスより柔らかくて薄くなったからなんでしょうか。スカスカな広がり方でしたが、一応以前ヒートスプレッダに塗った量くらいは使ったんで、液体金属がある部分はそれなりに厚みがあるはずなんですが、それでも薄いようです。もしかすると液体金属は熱伝導率がいい上に薄く塗ることができるという、冷却的には有料なアイテムなのかもしれません。今回の計測は以上です。計測は以上なんでこれ以降の話はおまけになるんですが、ここからは今回の計測の当初の目的についてです。今回の計測の目的は、CPU グリスの厚みが気になったから、と言いましたが、本当は CPU グリスの厚みを計測して、CPU 冷却における、CPU グリスの影響度を、数値的に把握したかったんです。ですが、この話を動画冒頭じゃなくておまけという形で話しているということで、できませんでした。CPU 冷却における影響度を考えるということで、熱抵抗という数値を使って確認しようとしました。熱抵抗はこれまでの冷凍庫 PC の動作確認で、冷却性能を評価するのに使ってきましたが、あの数値、実測だけじゃなくて概算で求めることができるので、今回 CPU グリスの厚みを計測することで、CPU グリス部分の熱抵抗を算出できるようにして、これまでの冷却システムにおける CPU グリスの影響を把握しようとしました。ちなみに熱抵抗についてもうちょっと説明すると、熱抵抗は熱の伝わりにくさを示す数値で、CPU グリスのスペックである熱伝導率とかの逆バージョン、みたいなものです。で、熱抵抗、あと CPU の発熱量が設定できれば、CPU の温度を推定することができます。
例えば熱抵抗 0.5 の冷却システムを使って、発熱量 95W、DDT を参考にした数値ですね。それを室温 20°C 以下で使った場合、CPU 温度は 68°C くらいになる、そんな推定ができる便利な数値です。便利な数値なんですが、あまり聞き覚えがないかもしれません。というのも CPU 冷却全体の熱抵抗って CPU グリスの種類や塗り方や厚み、はたまた CPU クーラーの種類や動作状況によって、コロコロ変わっちゃうから単純に推定できないからです。私自身これまでの動作確認でも、熱抵抗は予測してきたのではなく実測で取得してきました。といった熱抵抗なんですが、CPU グリス単体に限って言えば簡易的に算出できます。その計算に必要な数字が熱伝導率、熱が伝わる面積、そして厚みでした。熱伝導率は CPU グリスのスペックから引用できますし、面積はヒートスプレッダの寸法から推定できます。厚みは、どのくらいなんだろう？そんなわけで今回の計測を行ったわけです。CPU グリスの熱抵抗が分かれば先ほどの CPU 温度の推定のように、この CPU グリスからあの CPU グリスに変えれば何度 C くらい変わるかも、みたいな推定ができますし、これまでに製作してきた冷却システムでも何割が CPU グリスの影響で、残りは CPU クーラーとかの影響、そんな要因の切り分けもできるんじゃないかと期待していました。いや、普通に前者の CPU グリスを変えたら何度 C 下がるかもという推定ができたら嬉しいですね。そんな期待をしていましたが、今回の算出はうまくいきませんでした。想定以上に、いや実情に合わないレベルで CPU グリス部分の熱抵抗が小さかったんです。CPU グリスの塗り方や種類を踏まえても1000分の1から大きくても100分の1に届かないくらいです。クマメタルに限っては1万分の1オーダーでした。この大きさがどんなものかというと、先ほどの CPU 温度の推定で言っても発熱量 95W あったとしても、CPU グリス、液体金属どちらでも、塗り方が変えても CPU 温度の違いは 1°C 未満になる、そんな数値です。おかしい、ですよね。すでに知られているような情報的に、てか私も以前 CPU グリスの比較をやったんでその結果とも合いません。CPU 温度でなら数度 C、熱抵抗でなら少なくとも 0.1 くらいは違ってきます。10分の1オーダーです。ですが今回の計算では1000分の1オーダー。10分の1オーダーの熱抵抗になるグリスの厚みを逆算すると 0.1 ミリ以上でした。今回の 0.03 ミリとは数倍違います。最初は厚みを測り間違えた、と思いまして、別のアナログなノギスで測り直しましたが、計測上は問題なさそうです。ということは他の何かが実情に即していないということでしょう。計算方法が実情に合っていない？それとも今回の計測した厚みは実仕様を再現できていない？アクリルパネルがなかったら、加熱されたら、それらで厚みが変わってくるんでしょうか。まあ計算方法が簡易的すぎて、実情に合わないんじゃないかなとも思っています。今回の計算だと上下方向の熱の伝わりを考えているだけで、面的な熱の伝わりは考慮していませんし、ヒートスプレッダと CPU グリスの界面における影響は無視しています。まあここは考慮するのが難しいからなんですが、詳しく熱の広がりを考慮して計算するには、表計算や熱解析ソフトで数値計算をやるべきなんですが、大変なんでここでやめました。そしてこの話がおまけになったわけです。最後にこんな話をしてごめんなさい。自分の目標、からしても中途半端になってしまったので、動画にすること自体悩ましかったんですが、CPU グリスの厚みを計測できたのは紹介する価値があるか、そんな気持ちで今回の紹介となりました。本当は今回の話から次回以降の制作につながっていければよかったんですが、紹介は以上です。今後、紹介したいことが分かった、でも微妙な内容、みたいな動画になりそうな時は、今回の動画に対する皆様の反応を参考に、制作するかどうか考えようと思います。次回は新しい冷却システム、制作予定で言うとパターン2としていた制作を開始します。ではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。